お疲れ様スロットです。今日はすね、現環境使用率1位、こちらのねエレジャイアチャ型ねやっていきます。はい、もうここ最近ねずっと強いです。半年ぐらいかな、わかんない、1年か、もうずっといますね、このチートグルナイエレジャイデッキ。いい加減加砲してほしいんですけども、まあ本当ね使用率1位になるぐらい、まあ、強いので使えるなら使った方がいいよという感じかな。でまあアチャ型で、まあアーチャーがねほんと優秀すぎて、あのもうディガーとかでさえ、まあアーチャーでね直接当てることができれば完封できるみたいなね感じだから、ゴブリンとかいらんやんっていう、アーチャーで陸受けできるやんっていう話ですよ。空にも攻撃できて、おー、チンパやないか。ペッカとかもね受けれる、小物系もね対応できて、なんだディガーもいる、できることなんもないやんっていう、空陸単体範囲全てを受けることができるっていう、まあとりあえずアーチャーセパしとけばね、ハードも取られない、とりあえずぶっ壊れ性能なので、まあ強えんだよそれが、ただただ強えカードを8枚入れりゃ強えんですよこのデッキ。はい、といったところで今回のネタはゴレエリババ。いやこれマジでね最近ゴレ使えないこと多いんで、ちょっと1個上目にサフェニックスにも頑張ってもらって、アーチャーはね出しても良さそうだけど、矢の雨なのかな。あーでめっちゃいい一覧着いやん、まあ、ライト打つかって話なんですけど、なんか打たなくても良さそうだなって感じでしたね。おー矢の雨かなんかありそう。さあ着衣がね痛いんで、ボンバーぐらい許しましょうか。さあ、アチャクイエリババのこれか。ちょっと珍しいよな。ダクネアチャクイっしょ。さあ、まあでも、ライトでアチャクイぶっ飛ばしのエリババは知らねえだろ。鳥の餌でしょ。さあ、というわけで、合わせていきましょうか。もし、エリシャイ、8コス時代の方がマシだったよな。多分、7コスになって、化けた気がするんだよな。8コスより強かった。さあ、で多分ヤザップ覚えてねえんだけど、ヤナミあったっけ。あーガチ、まあ、いったらこれがねすごい嫌なんで、軽くちょっかい出してね。うわすごい、頑張れエリジャイ、エリジャイ、エリジャイ頑張れ。いやまいらんかったー。でも落下でやれそうだな。さあ今んとこダメージは勝ってはいるけど、これを勝ってるって呼べるのか絶妙。お鳥嫌い。さあでここマジでね行きたいんですけど、結局エリババにねエリジャイボコボコにされちゃうんで、ちょっとね、はい、同彩でイモリ目でいきましょう。さあで走らせて、おっいやマジこれ強すぎるよな。エリジャイ届いてみたいなね、圧着はもう仕方ない。うん、いらなかったかもしれない。はい、もうこれ守って逃げ切りたいな。ちょっとでもタワー届いちゃうと怪しいっすね。さあ矢波持ってんで、まあこういう相手にはねアーチャー出す必要もないかな。いやエリババガチ突破されるかな、怖いっすね。だいぶ逆線くるか。うわーすげえ、スケブで溶かしてくる。さあこれでかい、取り消して、いやマジ強っ。まあ今のタイミングならねヤナム打たれてもいいやぐらいで、さ出してエレジャイフタからのこれ、スケブ、うわー噛みすぎ。エレジャイ通してよしよしよし、いいね。であとはまた取り切れっすね。スケブもな結構エレジャイ溶かすのに強いかな、気ぃつけなきゃ。危ねえ、これ釣れないとかよくあるから。はい、さあ耐えたい。結局ね結局フェニックスよ、守れば勝ち。はい、守れば勝ち。こんにちは、
とどめのね、やっとくか、記念に。こんぐらいの1トップでいけるんじゃね。マジいけそう。あー、さすがにね、今のでタワー入ったらもうね終わり。はい、という感じの、まあ、ただの小バレっすね。まあ今の環境強いデッキは何でも、まあ、何でもいつも通り何でもあるんだけどまあロイジャイ迫撃エレジャイ、まあ、本当トップクラスっすね。エレジャイはまあ今季何使おうとかね、とりあえずトロ上げてんだよなって方とかはね、本当にこちらです。はい、さあもう大砲もね、もうなんかとりあえず置いとけば、置いとけばいいです。で早くもエレジャイいっちゃいます。あー渋い、ランバルちょっと予想してなかったな。まさかの、まさかのランバル。マジか、あれなんかいんのかな。施設なさそうだな。あれトリトンか。え、そういう感じじゃない。あ、やばい、え、ちょっと待って、え、終わりやん、いろんな意味で。あー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 あああああ、エレジャイやりすぎやりすぎやりすぎ。さあゴブリンね、ゴルナイの囲むように出すとね、今みたいな一体だけ犠牲で受けれます。もうこれでとりあえず1本売れることが確定したので、えぐくね、なんか間のデッキえぐくね、なんかなんだこれ、釣れんのかな。いや釣れねえか。まあいいや、いやせっかくなら耐えたい欲あったんだけどな。まあいいか、どうやったら負けるんだろうマジやばいな、もう相性がやばい。とりあえずなんか相手のデッキがやばい、だから相性がやばいんだ。とりあえずお散歩でもして、相手ガチできついよこれ、本当に本当にきついと思う。何もかも止まらん LGI 垂れ流しとくだけで勝てそうだな。いやフェニックス逆いった、左端のやつが終わりそうですけどね。でアーチャーもセパしとけばね、防衛つけんでね、いつまでこれをやるかだな一生できるこれ、いつまでこれをするかなんだけど、そろそろ変えるか流れを。まあ一回キッズエレジャイで次のエレジャイも始めですか、そしたら終わりです。グッドゲームだ。お、相手の流れを変えたい。マジすごいなこの相手の駅。まあでも、まあでもになるよこれあ、でもうまいね相手のこのアチャーさ、ボールブレーカーの受けとか。でもマジで苦しそう。うわ負ける方がむずいって意味わからんけど。さあただの相性、うん、まあ、施設もなくてね、エレジャイも溶かせないみたいなデッキはもうだからやっていけないっすよね、なかなか。
さあ、チャセパちょっと嫌だな。もう台本もいっちゃいます。わあ、これすぐケツエリジョイしてしてもいいのか。ハニーアーチャーだけだともうねデッキ絞れない時代になっちゃったっすからね。アーチャーゴブホグでも何でもあるけど、さあディガーなんでも迫撃の可能性あるね。これねガチで、ああ行ってもいいかな。ちょっとうざそうじゃない。マイティがそんな活躍できないから。あ、頑張ってほしかった。さあ迫撃マイティのまあディガー削りといったところで、ポイズンウッドとポイズンデリバリーの2種類があるんですね。さあ一旦ポイ来るよと。いやディガーもねアーチャーで直接当てればもう拾えるので、耐える。いやこれね多分また同じというかもうゴルナイゲーするだけだなんですよ。エレージャイゴルナイ組んで、まあ、マイティはねちょっとゴルナイからしたら厄介なんですけど、マジでやばい、何も考えてないけどそれでええんですよ。お待て、一旦なんかね、え待ってキング起動した、えってかえゴルナイのダッシュさ今見たってかなくなったやん。なんでえ俺走った、え今のさ多分あれっすね、アイスピで固められてゴルナイのダッシュ無効化されたみたいな。えなくなったんだけどゴルナイのダッシュ、ぶっちゃけ絶望ですけど、これ自分からキング起動してあれ大ピンチですけども、言うてね多分勝てちゃうんですよね。ゴルナイ強すぎて迫撃もあんのかな。うわ回転早え、早すぎるがちょっと苦しそう、ちょっとどころじゃねえ、だいぶ苦しそう。鳥が欲しい、あこれ走れるやつか。さあ LJ が入る、マイティ間に合ってく、なんで LJ が通ったんだろう、相手の迫撃のミスか。さあいやキング起動できてねえんだな。いやまあでもこんなんで勝てそうですからねこんなんでって言って、セレジアフェニックスでトルネゴルナにしたいね。マジはい来た、あなたはトルネゴルネで選ばれました、おめでとう。あしちゃったな、めちゃ綺麗に守られとるやんけっていう話よ。おおしゃれな位置のディガです。さすがにちょっともう一回金髪チャレンジライト打ってけな、削んなきゃ。はいタイブレーク、えそれやってくれ、ああ金髪チャレンジ成功しました。ではテレジェ出して大砲で拾いたかった、拾えない、ポイズン嫌なのでフェニーで対応。拾います、これで完封できます。であとライトニングを今から打つだけです。で金髪チャレンジしてライトニングを打つだけ。はい、いやマジエレジャイまあ通ったけど通らなくてもやること同じです、金髪です。デッキの完成度高すぎてやばい本当に。
こんな強くていいの、こんな杖で野放しにしていいの運営さんっていう。まあゴルナイ化すれば解決っすね。フェニックスとアーチャーと大砲とトルネードと、あーザッピーミニペか。エレジャイからしたらだいぶ嫌なカードが出てきたけど、逆に今ザッピーミニペを使ったっていうことでいいよ。いいですね。これね、トルネで緊急動してフリーズされて金が落ちることだけなければ、いやーマジスパーキーおるやんけ。なんかスパーキーはねだいぶやばいな。この流れがゴブジェイつけられたら守れる気がしねえけど、だいぶ入ってて、いや守れるな、大砲とライトあれば。はい、さあミニペッカにまでね、今ライト当たれば神でしたけども、気づいたら何もいねえ。ザッピーミニペレスパーキーにエリジェで勝てたらでも相当っすよね。うん、まあでも勝てそうだな。まあでも守ればいいので、もう防衛ライトタルババットライトニング防衛でパパンって使ってちょっといい話なんで。さあマイティね、マイティ事故も気をつけて、めちゃんこ火力高くね相手のスパーキー。マイティミニペスパーキー火力マシマシっすね。さあ大砲も一応出してあげて、あーそれやばいんだけど、逆にこれやばいんじゃない。いやザッピーやっ、あーでもそっち側行っちゃったか。さあ耐えれそう。こんなの少々いい。走れ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 、お前の出番だ。えライドロ、マジで複雑なデッキだな相手。まあでもなんかええ感じになりそうやね。いけ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 、オーケー。反射でまあ大砲も置いて、あマジミニペ最近すごい危ない本当に。指名手配犯、セーフ。危ねえ、ちょっとミニペ、ミニペもなんかな強化されそうっすね最近の様子見てると。さあまたスパーキーぽい香りがしてんな。おいエレジャーに強いんですよねスパーキー。言うてフェニックスアチャ型だと突破されない気もするけどな。やっぱミニペとかマイティもアーチャーでね2回受けれるのが強い。前までボンバーとかでスパーキー受けなかったのがね、アーチャーによって、安定感出てる。さ何も出してこない、どうしよう。うわマジミニペスタンプ使ってくるやつスパーキー使いしかいねえかんな。さあウザメのスタンプで対抗していく。これ動いたらやばいかな。まあ、ちょっと逮捕ぐらいか。フェニックスライトぐらいあれば多分守れると思うんで。やば、大砲置いても動かないんか。おやゴレちょっと見えますねこれ。ゴレっぽいな。展開していく。ミニペがいるとやだな。でもいそう。ちょっとライト、華麗なるライトニングで。
え、めちゃくちゃいいライトや。からの金髪、いいね。あー、ん、これか。いや、ゴレっぽいな。めっちゃめっちゃゴレ。いや、エレジアイかい。同じデッキやないかい。だな、何だったんや俺の今の考えは。さあ、普通のエレジアイ。いや、うまいなそれ。え、やば。そう、ちょっといい攻めされてますね。危ねえ。さあ、怖かったけど、まあ、耐えましたね一応。このね、タルババがね、ちょっとドキドキさせてくれますね。さあ、もう耐えてる。アーチャーは、まあ、守りに強いんだけど、ゴルナイのルートを作っちゃうんで、そこだけ気をつけたい。これなんか美味しいけどな、だいぶ。さあ、ライト削ってきてる。まあ削ってね、もう。あ、お、お、コストがない。あれ？さあ、勝ちましたね。まあ、諦めたかな。諦めてねえわ。やべ。ちょっと待って。ちょっと、え、諦めたのか、これ。ライト2周回せば勝てるんで。あー、手堅い。お？あれ？取りね、あれ？これ左進されての負け。ダメなプレイしてたわ。まあ、みんなこれ使ってます。はい、みんなこれ。うん、ゴレかなーと思ったらエレジャイ、ゴルナイ、あっちゃかった。ジャイかなーと思ったら、うん、エレジャイ。大砲来て、お、高回転かなー、うん、エレジャイ。トルネ、うん、スケラーかなー、エレジャイ。みんなエレジャイ。アーチャーかなー、クロスかなー、迫撃ディガーかなー、エレジャイであるやん、そこは。おい、さあ、マスキーが出てきた。わからん。あ、でもこれなんかピコン。うん、ゴレでした。あ、え、アチャマスキゴレはもう見たことあって、アチャマスキゴレはゴレバルン。あなたがもしかしてゴレバルンエレキにスケブみたいなやつですよね。見たことあります、お兄さん。それスケブは覚えてない。なんか体育多かったの。いや、マジバルーンだけ、ゴレバルーンの記憶があるけど。ああ、そうだよ、ね、やば。ちょっと待って、じゃあなんでトリネ使ったんって話。さあ、でもよ、冷静に考えてみ、アーチャーがやる。これ今まではフェニックスだけだったんだけど、対空枠が2枚。おお、すげえな。エレキマスケアーチャーってやばいよな。贅沢やん。どれか1枚でいい。ゴルナイの毛がないんだね、あんた。そういうことね。とりあえずケツブレくる。まあ、とりあえず蹴っちゃいますか。怖いのはね、なんだろう。まあ、とりあえず怖いけど、頑張って溶かしたい。あー、マジか。こういうね、
ギリギリでスケブまで巻き込みたい。強欲。あ、でも全然止まるやん。これでこんな止まるならもう全然怖くないですね。はい、パツン。さあ、怖くないと言ってちょっと怖い。いや、でも結局ね、フェニックスゲーかな。いや、このアーチャー痛えな。やめてくれ。エリシア走れ。一発。お、やばい。大マイルそれ。え？いや、アーチャー強いって。なんか怪しいプレイしたな、なんか。遠距離3枚。さすがに徹底。もうなんかめちゃくちゃ一心してる。マジ使いこなしすぎやろそのデッキ。一回ヤンキーします。お、え、バカだ。絶対今のライト。あぶねえ。アンチライトニングやっちったけど耐えれました。諦めましたね。わぶねー。どんなデッキやねんみたいな。すごいですね。レジャーにめちゃくちゃ泣いてそう。さあ、というわけでこちらのエレジーね、多分最多トロみんな2000ぐらい上がると思います。やってみてください。ではお疲れ様でした。またね。